おもしろい。おもしろい。はい、じゃあセンター、センター行きましょう。センター。はい。はい。こちらです。いや本当に似てますよね。どれぐらい研究したんですか。これは大体でも1日ぐらいですね。え、はい、もう自分実はぶつけ本番が多くて、本当に朝起きて画像収集始めて、でその後にもう画像を研究したらもうメイク始めちゃうっていう感じなんですよね。もうだからずっと滝川クリステルさんの画像を見て。そうなんですよ、はい、ずっとずっと、はい、もうメイクがだいたい2、3時間ぐらいですね。2、3時間ぐらいですか、はい。今回の滝川クリステルさんのメイクのポイントを教えてください。ちょっと見てもらうと分かるんですけども、こちらおたまじゃくしみたいな眉毛になってるの分かります？ここですそう、このおたまじゃくし眉毛と、あとちょっと見えづらいと思うんですけども、アウトラインですね。このアウトラインがないだけで全然変わってしまいます。へー、はい。じゃあ特に眉毛と下のアイラインってことですよね。はい、あとよくまた再に見てもらうと、ここに実は偽ぼくろがあるんですまあ、ね、ここまで真似してこそやっぱモノマネメイクなので、もうほくろまで真似しちゃうっていう感じですね。じゃあ一番滝川クリステルさんにこう似てるこう角度っていうのはどこになるんですか？そうですね、やっぱりこの面が見えた方がいいので、こう横顔ですかねどうなんですかね、自分でもちょっとよくわからないんですけど。一番最短でできるこのモノマネメイクの方っていうのは？そうです、やっぱ一番慣れてる板野友美さん風が、うん、もう今どれくらいの時間で？だいたい20分ぐらい30分ぐらいでできますねもうそこまで？そうですね、やっぱ慣れちゃってるので。一番かかる時間のかかる、実は最近やった羽生結弦選手が2日間ぐらいかかりましたね。やっぱ誰かやってみたいこう、ね、はい、タレントさんというか人いますか？やっぱり失恋ショコラティエですごい軍隊があった石原さとみさん、やっぱリクエストがすごい多いんですよね。石原さんのポイントってどこなんですかね？垂れ目な感じがやっぱポイントで、あとクリッとした目元ですね。じゃあやっぱりそこら辺のメイクのこうテクニックを駆使すればなれる？なれると思います。結構大変ですよね、そんな毎日毎日メイクしてたら。そうですね、しかも1日に 3、4 回することがやっぱ多いので、いや結構肌が傷んでますね3、4回もするんですか？そうですね、まあ、本当に落としてまたやって、落としてやってっていう繰り返しなので、だんだん夜にかけて肌がピリピリし始めますでも在住さんの中でできないメイクはないと？いや、あります、もちろんもちろんあります。そう、何かあります、できないのは？自分目と目の距離がどちらかというと、まあ、若干離れてる方なので、目と目の距離が近い方のモノマネはちょっと難しいですね。ちなみに誰かというと？例えば前田敦子さんとか、あと堀北真希さんとか、そっち系ですね。それはやろうとチャレンジしてもできないの？やっぱり難しいですね、なかなか。なんか風にはなってるんですけど、似せてるとかそっくりってなったらまた違いますね。おお、そうなんですか。はい、今後はこうファッションというかマスク取って、はい、素顔で出るっていう予定とかは？はまあいつになるか分かんないですけど、いつかは出たいなっていうのありますね。そうなんですか。はい、どれぐらいになりそうですか？そうですね、まあまだ分かんないですね。はい。